皆さん、こんばんは。アラティと申します。最近ですか、少しずつ暗黒から離れたいなと思って少しずつあの絵を強調していきたいなと思って今日は、まあ、1曲目はさっきの電車で来るときに思いついた曲を歌ってみたいと思います。わかっている。ありがとうございます。さっきの電車で来るときにちょっとたまには恋愛っぽい曲を歌ってみたいなと思ってあの考えてみたんですけど、歌詞が分かっていると二言くらいしか思い浮かばなくてちょっと今なんか無理やり伸ばしてみました。2曲目もあのさっきあの本郷の駅からここまで歩いてくるときに思いついた曲を歌ってみたいと思います。次の曲で、まあ、最後になるんですけれども、これからの暗黒とエロとなるべくバカっぽい曲を3つ繰り返しあのこれからなるべくいろいろ歌っていきたいと思いますので、見かけた際はあの怖がらず話しかけてきてください聞いてください、このクズども
いやいやいや、あ、半田は実家で、あ、そうなの。
想外に見知った顔がいるので、この間やった曲やりたくないということで、マイリトルヒーローって歌を歌いたいと思います。Yeah.
こんばんにゃ、黒猫ナイフです。アルマジロさん、2回目でございます。この前ですね、31日か、5月31日に初めて伺いまして、楽しいとこだと思って、2回目でしまいました。ちょうどリビエルさんのライブがあってですね、デブ症なんですよ、僕。やっぱり、見た目通り。いかないんですよ。で、だけど、こんな自分を変えたくてですね、行こうと思って、一念発起して行ってみたら、いらっしゃって、常夫さんが、出演してらっしゃって、で、もう明日ここだよ、みたいな風に言って、あ、そうですか、みたいな。で、そうですよね。で、昨日は昨日で夜遊びして、今日は今日で夜遊びして、2日連続で夜遊びして大丈夫なんだよ。今日はちゃんと終電で帰れるように頑張んなきゃ。本当ですか？ありがとうございます。いやいや、それはちょっとね。この声待ってましたね。半分期待してたから言えない。このわけで、じゃあこのタイプ、弾き語りでオリジナルソング、マイリトルヒーローって歌でした。自分の中では結構明るめな曲ですね。じゃあちょっと2曲ということであれば、一人遊びの才能という歌を歌いたいと思います。これも結構明るいんですよ。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。じゃあ、ゆういちろうさん、お願いします。今日なんかギターが違わない。あ、はい、はい、この廉価な方のギターを僕が出して時々鳴らさないとね、拗ねちゃう。最初書いたのはちょっと自分で発金にしたもんですから、マイルドな感じの方でまずいきますね。いつかブラックバージョンも聴けるかもしれません。
歌の中にある茶化しているわけじゃなくてふざけてるだけどうだって叫ぼう中3になってあの X が好きな中学生なんですけど珍しいっすね、はい、次どうするって紅とかやるとか言ったらいやもうなんかやっぱりみんなロックとかよく知らないんであのユニゾンスクエアガーデンやりたいですって言ったってあんまご存じゃないですねやばいあーすいませんねはいあの今のは なかったことでしょう紅をねやっぱ実は僕楽しみにしてたんですけど却下されたんでね、その自分はここで歌おうかなはい、という感じで紅の替え歌で紅ですもう耐えきれない
には届かない。